こんにちは、草加です。右脳は感情脳、左脳は言語や理論を司ると言われていますが、左脳や頭頂葉、前頭葉にも右脳と同じような働きが見られると言われています。右脳と左脳を結びつけているのが脳梁になります。脳梁は男性よりも女性の方が太いんですね。なのでいろいろなインスピレーション、こちらの方が女性の方がはるかに高く、浮気してもすぐ見破ってしまうとか、また大変細やかなところに気を使うことができる。そのため子育てがやはり上手だということになりますが、だけどよく気がつくために傷つきやすいという欠点もあるんですね。脳梁の近くに海馬があるんですね。常にイライラしたり嫌なことを言ったりしますと、それが長期記録に入り込み、海馬でそれが定着します。そうするとイライラしたり嫌味を言ったりする波長というのがその人から出てくるんです。その反対に、常に心に何か希望を持ってワクワクしていますと、希望、変更、夢、それからこのワクワクした嬉しいなとか、それを常に思っていますと、それが海馬に記憶されて長期記録となり、無意識にその人の人格となるわけなんです。なのでそういう人のそばに行きますと、こちらもなんか楽しくなったり、そばにいて安心したりするんですね。そうするとその人にとってためになるようなことを引き寄せます。逆にネガティブなものが身について、それが体から放出するようになると、ネガティブな良くないことをどんどんと引き寄せてしまいます。人を騙そうとしない限り、守護霊様にみんな守られています。今現在その人がもし不幸であっても、それでも守護霊様に守られているんです。本人が気がつかないだけで、気がついたらば状況は一変するんですけども、気がつかない人もいます。そして亡くなった場合、今まで光だったものがその人には誰か分かるんですね。つまり亡くなった時に今まで光っていたものが、その人にとってはとても愛しい人なんですよ。ですから亡くなった瞬間にものすごく再会して、気がついて、でもっと他にもいろいろな方が現れて、みんなに取り込まれて、取り囲まれてね、そしてすごい今まではこう四天八倒で苦しい思いをしていたんですけども、その瞬間みんながパーッと現れて、とても和やかな、今まで苦しんだことが一瞬に消えて、そして再会を楽しんで、スッと上に登っていきます。その時医者から五輪中ですという声がかかるんですね。つまり守護霊様っていうのは、我々が見た場合には光しか見えないんですけども、当人しかわからないんです。ですけども、そのような現象を何回も何回も見てきました。そして断片的ですけれども、守護霊様や霊っていうのを見ることが私自身できます。私が20代前半までは大変ネガティブでしたので、よく幽霊が
現れるんですね。ところが途中からポジティブに変えた時に、それこそこの守護霊様とかそういう方が現れて、光にしか見えないんですけども、いろいろとメッセージをくださるんですよ。その中で27歳の時かな、自分で会社を持ちなさいっていうようなメッセージが届いたので、そしたらなんと国からお金を借りられるというルーツが分かったんですよ。そして28歳で、その時にちょうど税理士さんが、いい税理士さんが現れて手続きしてくれて会社を持ったんです。で最初はねグーンと伸びたんですけども、途中から下がってしまって、売り上げが倒産寸前まで行ったんですね。それはなぜかというと、心の中で自分は成功したんだと、人を見返してやると、そういう気持ちが出てきちゃったんですよ。そうしたら売り上げが下がって、そしてもうあわや倒産っていう時に守護霊様がまた現れて、こうしなさいというアドバイスをくれたんですね。そうしたら半年後に会社は見事復活しました。そして現在茶室や茶庭を持つようになりました。右脳左脳と言いますけれども、実はこの辺にも感情があるんです。脳から離れてこの辺にもあるんですね。ですからそれをうまく拾ってあげて、手で温めて、そしてお客様にお出しすると大変お茶が美味しくなる、またはいただいたものがありがたく感じるというのも、やはり感情を扱うということになるんです。それからこの見えない空間にもいろいろな情報が飛び交っています。これをキャッチすることで、その人に必要な能力が備わってきます。こういうふうになりたいんだと本気になって思った時に、その能力が外部から入ってきますので、突然できるようになったりしますし、または本当にこの方と一緒になりたいと本気に思った時に夢が叶えられるんですね。それには自分自身が本気を出さないとなかなかできないですね。本気で取り組んで、本気で自分を信じて、そして立ち向かった時に、この右脳左脳を超えた世界に脳が行きますので、そうすると引き寄せの法則が働き、または守護霊様がこういる存在が気づきますので、それによって人生がさらに豊かになり、願いは叶っていくということになります。本日はどうもありがとうございました。